社長社長、今日も綺麗ですね。ありがとうございます。それしかちょっとコメントが怖い。あれだろ、山ちゃんほんと好きだね、この社長社長シリーズね。そう、大好き。これ TikTok なんだよね、うん、そうだね、そうすごい面白い、うんうん、そうでね、はい、あの今日は、うん、あの、まあ、前回リンゴの風アレンジマッチプレイ対決、はい、そうですね、これやってみたいって言って、賞金かけてやってみたいって言って、うん、まあ、無事に0回大会が終わり、うん、はいはい、公開されました。リンゴルフアレンジマッチプレー対決、斉藤大選手、シングほのみ選手、なお勝者には5万円の賞金が与えられます。敗者は0円です。こうスレスレ狙ってきましたけど、あ、ジャンパーパットですから、これでないと点数入りません。おー、ナイス。なんか今病気みたいだった。やばかったね今。バーディー取らないと点数が入んないくなってきましたね。まあ当たり前ですけど。いい。まあ、いいよ。ありがとうございます。イーグル。はい、ロングなので。そうですね。ツアーしちゃおうかなと。ツアーのワンパットしちゃおうかなと。おこっちも塗るよ。おお。おお。飛ぶね。飛んでるね。8で振った。11。結果を発表したいと思います。勝者、シングほのみ選手です。じゃーん、でかい。すごい。すごい。試合みたい。試合みたいです。おめでとうございます。ありがとうございます。たくさん。スポンサーさんの応募がありまして、企画を進めることができております。ありがとうございます。まあでもまだ全然今年度分は、うん、募集続けていこうかなと思ってます。そうですね、はい、これは概要欄に載せとくので、はい、お待ちしてます、はい、お待ちしてます。はい、はい、で実際どうですか、純ちゃんのやって、あ、感想は、まあ、前半は、まあ、練習ラウンドというか、まあ、彼女たちを紹介しながら、まあ、練習ラウンドしてもらって、まあ、後半から対決っていう風に動画は撮影してるんですけど、前半と後半でやっぱ全然雰囲気が変わるから。そうだ。なんかすごいやっぱこう賞金がかかるとすごいやっぱ普段よりも真剣にラウンドをしてるところっていうのが、まあ、見れるので、こうすごい、まあ、私はまあ MC というか、まあ、見てるだけなんですけど、まあ緊張感とかあってすごい楽しいなと思って見ております、うん、そう僕も、うん、やってみてどうなるかなと思ったんだけど、うん、すごいやってよかったなと思って、うんうん、まあ、純ちゃんが言ってくれたように、まあ、特にたいちゃんほのちゃんって仲良しじゃないですか、うん、そうだからちゃんと成立するかなと思ってたんだけど、うん、始まってみれば、うん、結構ガチで、そう、そう言ってくれたんで、すごいこう、うん、なんかこうプレーは真剣で、そうですね、でもこうトークはちょっとリンゴゴルフらしく、うんうんうん、あったんで、うんうん、なんかこう新しいなんか、うん、対決動画ができたかなと思って、うんうんうん、すごいやってよかったなと思います、うん、いやすごいいい企画だと思います。これだったらなんかこう、うん、スポンサーさんも満足してもらえるんじゃないかなと思って、うん、そうですね、いいなと思いました、うん、でコメント結構いただいてまして、はい、初回なんでちょっと読み上げていきます。はい、お願いします。はい、まあ、ついに始まったね、やっぱりこの2人からだよね。うん、うん、そうですね、そうこれはもうずっと決めてたんですよね、うん、やっぱたいちゃんほのちゃんずっとリンゴルフに出てもらってて昔からね、なんでやっぱこの2人から対決動画撮りたいねってことで2人からお願いしました、うん、はい、で次が、マッチプレー面白いですねとか、うん、まあいい企画ですね、うんうん、まあ、賞金出そうかな、うん、
2人の緊張が伝わるっていう感じで、うんうんうん、すごいこうあの対決してるなっていう緊張感もあって、うんうんうん、いい動画になったのかなっていうコメントをいただいてます、うん、そうですね。次もそうですね、あの2人の仲良しさと真剣さが見ていていいですね、うん、まあ、ショットの音はえぐい、うんうん、まあ、さすがって感じです、うん、で純ちゃんの実況もナイスですとコメントいただいてます、まあ、ちょっとね、ミスショットに対してなんか、まあ、感想というか、うん、まあ、でも一応2人にね言っても大丈夫かって聞いて、あ、もう全然言ってくださいみたいな感じだから言ったんだけど、うん、やっぱねその賞金かけてるからそこを言っちゃいけないんじゃないかとか、本当はねなんかピンマイクとかで聞こえないようにとか ねやりたいんだけど、なかなかちょっとねそこまでの、そう、そういう風にやるといろいろ複雑に、うん、そうね、そうなっちゃう、もう一個カメラ必要だったりとか、そうそうそう、まあ2人には一応喋っていいって話をしてやってるから、うん、そう、なんかそれを喋らないと普通のあれになっちゃうじゃないですか、うん、はい、あのよくある番組とか試合になっちゃうんで、うん、ね、やっぱリンゴルフらしさは出したくて、うんうんうん、まあ、僕もあえて純ちゃんにはあのもう普通にいつも通り行っちゃってって、うんうんうん、そうそう言ってて、で、ね、まあ、でも選手に気を使いながら今後も、はい、そうですね、似たような感じでやっていきたいなと思います、はいはいはい、ここからは結構あの中盤後半かな、見ていただいたコメントで、うん、はい、まあ、お互い切磋琢磨して、うん、ぜひプロになってね、応援してますとか、うんうん、ほのちゃんおめでとう、うん、たいちゃん次リベンジ頑張って、うん、いい勝負でした、うんうん、みたいな感じであの、まあ、2人をこう叩いてくれて、プロをこうなってねって応援してくれる方のコメントがすごい多かったんで、うんうんうん、嬉しいですね、はい、うん、まあ、そういうこう、こういう子たちが今一生懸命頑張ってるんだっていうのもリンゴルフでは紹介していきたいっていう風な思いがあって、まあ、こういう企画をやってるので、まあ、視聴者の方にもこう伝わってコメントがそういう風に入ってっていうのはすごい嬉しいなと思いました、うんうん、そう、結構こうね、もう次の撮影とか撮れてて、うん、まあ、今度は違う子が、うん、そう、そう出てくれたりとかするんで、まあ、いろいろな選手を紹介して、うん、そうですね、そうで、まあこうね、まあ、あの複数勝つ子もいると思うし、うん、っていうので、うん、こう、まあ、視聴者の皆さんはこの盛り上がりを見ていただいて楽しんでいけたらいいかなと、うんうんうん、ですね、思います、はい、まあ、そんな感じで、はいはい、まあ、無事にゼロ回大会を終えて、うん、どん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 対決動画マッチメイクしていこうかなと思ってます、はい、はい、そうですね、ということで引き続きスポンサー様募集しておりますので、概要欄からぜひよろしくお願いします。はい、はい、なんかすごいこう視聴者の方々と作れてる感じがしてすごいする、そう、ね、あと個人様からも応募来てまして、うんうんうん、すごい嬉しかったね、なんか嬉しいよね、なんかチームになってる気がして、うんうんうん、すごい楽しく撮影もねしてるよねはい、ということで締めます。